伊勢物語、伊勢物語、伊勢物語とは、平安初期に成立した歌物語。一巻、作者不詳、在語が物語、在庫中情物語、在庫中情の日記とも呼ばれる。定過本によれば、全125段からなり、ある男の元服から死に至るまでを数行程度、長くて、数十行、短くて二から三行の金の文と歌で作った。 商談を貫ねることによって描く。商談の冒頭表現にちなんで、この主人公の男を、昔、男と呼ぶことも古くから行われてきたが、歌人、有原の成平の和歌を多く再録し、主人公を成平の異名で呼んだりしている、第六十三段ところから、主人公には、成平の面影がある。ただし主人公が成平と、あらわに呼ばれることはなく、各商談は、昔、男、 と始まることが多い、応答の気公子であった成平とは関わらないような、田舎にを主人とする話、二十三段いわゆる、筒ツ筒なども含まれている。中には成平没後の史実に取材した話もあるため、作品の最終的な成立もそれ以降ということになる。各話の内容は、男女の恋愛を中心に、親子愛、主従愛、友情、社交生活など多岐にわたるが、 主人公だけでなく、彼と関わる登場人物も、匿名の女や人であることが多いため、単に成平の物語であるばかりでなく、普遍的な人間関係の諸相を描き出した物語となり得ている。複数の段が続き物の,の話を構成している場合もあれば、一段ごとに独立した話となっている場合もある。後者の場合でも、近接する。 商談同士が語句を共有したり、内容的に同類であったりで、緩やかに結合している。現存の伝本では、元服直後を描く冒頭と、死を予感した和歌を読む末人の間に、二条公との、記念や、東国へさすらいする、東下だり、伊勢の五木の宮との交渉やこれたか新能との、主従愛を描く総話が置かれ、後半には、老人となった男が登場するという、 緩やかな一大気的構成をとっている。一大気というフレームに、愛情の誠を散りばめた小話が列を成している様を、串に例えて串式構成という学者もいる。さらに、そうした結合を相互補完的なものとみなし、商談同士を積極的につないでゆく読み方もある。作中騎士との関わりの多い人物が多く登場する、ことでも知られる。有原の成平は、キアリツ 実名で登場の娘を妻としているし、その、ありつめの父キナトラの娘が、これた臣の王を生んでいる。作中での彼らは、ご記録から考えられる以上に霊落した境遇が強調されている。何らかの意図で、藤原氏との清掃に敗れても、優美であったという騎士のありさまを美しく、描いているとも考えられる。作者、成立ともに未詳。物語の成立当時から、 古典教養の中心であり、各商談が一話をなし分量も手頃で、都人に大変親しまれたと考えられている。源氏物語には、伊勢物語を古いとする記述が見られ注目されるが、一体、伊勢物語の何がどのくらい古いと言ったのかは、説が分かれており、なお決着を見ていない。作者については、古くから多く意見があった。藤原清介の科学書。 袋蔵雑や古今市中の著者検証さらに藤原定家のルフ本奥書きに作者は成平であろうと記述があり、さらに須作院の蔵書塗り込め本にも同様の記述があったとする。また、伊勢という題名から作者は演起家壇の後一点の伊勢であるとの説もあり、二条家の所蔵ルフ本の奥書きに伊勢の保筆という記述がある。このように伊勢物語の作者論は 作品そのものの成立論と不足不利の関係にあり、古今和歌集と五千和歌集の成立時期の前、ま、後のいずれの時期で成立したかについても説が分かれていた。しかし近年では、伊勢物語と実在した成平との間には一線を隠す必要があると考えられている。現在行われている成立論の一つとして、片桐陽一の唱えた段階的成長説がある。 元来成平の歌集や家に伝わっていた話が、後人の補足などによって、段階的に現在の125段に成長していったと仮説である。ただし、造法があったとするには、現行の125段本以外の本が、ほぼ確認できないという弱みがあり、段階的な成長を解くことに対する批判もある。また、最終的に秩序だって整理されたとするならば、その整理者を、 いわゆる作者とすべきではないかという指摘も見られる。近代以前の作品のあり方は、若にせよ三分にせよそれ以前の作品を踏まえるのが前提であると考えられ、現代的な著作物の観念から見た作者とは分けて考える必要がある。そのような場合も含めて、個人の作者として近年名前が挙げられることが多いのは、吉つらゆである。しかし、 作者論は、現在も、流動的な状況にある。署名の文献上の書見は、現氏物語、絵合わせの巻。古来諸説あるが、現在は、第69弾の伊勢国を舞台とした、エピソード、有原の成平と想定される男が、伊勢西宮と密通してしまう話に由来する当説が、最も有力視されている。その場合、 この商談がこの作品の白日であるからとする理解と、本来はこの商談が冒頭にあったからとする理解とがある。前者は、二条項や東下りなど他の有名商談ではなくこの商談が選ばれた必然性が今一つ説明できないし、後者はそのような形態の本はむしろ署名に合わせるために、後世の人間によって再編れたものではないかとの批判もあることから、 最終的な決着はついていない。また、成平による伊勢西宮との密通が、当時の貴族社会へ非常に重大な衝撃を与え、当時、伊勢西宮と性関係を結ぶこと自体が完全な禁忌であった。この事件の暗示として、伊勢物語の名称が取られたとする説も提出されているが、虚構の物語を史実に還元するものであるとして、強く批判されている。さらに、 作者が女流歌人の伊勢にちなんだとする説、イもせ物語の意味だとする説もある。また、源氏物語、明けま巻の巻には、在吾が物語、在吾は、有原の氏の、第五子である成平を指すという署名が見られ、伊勢物語の、やや砕けた別称だったと考えられている。伊勢物語は、色好みの理想型を書いたものとして、源氏物語など、 後代の物語文学や和歌に大きな影響を与えた。やや遅れて成立した歌物語、大和物語、九百五十年頃成立にも共通した話題が見られるほか、五線和歌集や周囲和歌集にも伊勢物語から再録されたと考えられる和歌が見られる。中世以降帯正しい数の注釈書が書かれ、それぞれ独自の伊勢物語理解を展開し、 それが農、イズツや、グリーンなどの転居となった。近世以降は、人資税物語、偽物語をはじめとする多くのパロディ作品のもととなり、現代でも、公税物語、エセ物語、清水義則著といったパロディ的な作品が生まれている。また人形浄瑠璃や歌舞伎の世界でも、偽物語は題材の一つとなっており、これ高新能と、これ人新能。 聖和天皇の暗い争いを中心に、成平焼ありつげなど、伊勢物語のエピソードを交えて活躍せている。代表的なものとして、以下を掲載。現在、伊勢物語の本文として読まれているものは、藤原定家が天伏2年、1234年に著写した、天伏本と呼ばれる系統の写本を元にしたもので、刊行される単行本や文庫本、 また学校等で使われる教科書類での引用など、この転覆本の本文によらぬものはないと言ってよい。しかし、伊勢物語の伝本についてはいかに述べるように他にも、いくつかの系統があり、伊勢物語の成立が現在に至るも、解明されていない状況においては、伝本についての研究はないがしろにできないものと、言えよう。その系統について説明すると、 大きく5つに分類できると言われている。1. 定価本系統。藤原定価が著者したとされる本で125段和歌209首からなる。現存する伊勢物語の写本の実に95%以上がこの系統に属すると言われている。定価本はその奥書きによってさらに3つの系統に分けられる。2. 古本。定価本とほぼ同じ内容。系統的には 低過分に先行するものと言われる。ただし、初期の無奥が規定過分である可能性も否定できない。点は注意しなくてはならない。3。マナボン文字通りマナ漢字で書かれた。伊勢物語初段から終焉まで125段208種からなる。低過分と近いが内容に多少出入りがある。幼児法などから鎌倉以降あるいは。 南北朝以降の成立であろうと言われている。四、広本系統。五、須作院塗り米め本。奥書きに、この本社公二本。須作院の塗り米めに収まれるとぞ。とあり、高品茂忠本化。発刊から終演まで、全百十五段。低下本にある十一商談を持たず、低下本にはない一商談を持つ。現在山形県坂田市の本間美術館に所蔵される。 この他に注目すべき伝本としては、道とも本がある。この本は刊末に、まず、低家本のルフ本系統にある、そもそも伊勢物語根源の文章に続き、堀川大納言、道とも、源の道友の本に、低家本でもって、この本書者競合したという意味の奥書きがあるのでそう、呼ばれる。本文は125段、205種。88段以降の商段の順序が、 定価本とは食い違う部分があり、さらに広本系統の本文を含むが、他に上に挙げた後系統のいずれにもない本文も含む。個室、のりすけの鑑定があり、それによればこの写本の筆者を二条ためうじとしているが、その審議についてはともかくも、鎌倉時代を下るものではないという。現在鉄震災文庫、伊勢物語文化館に所蔵される。以上、五つの系統の伝本は、 すべて初冠の商談で始まり、ついに行くの商談で、男の死によって終焉を見る、成平の一大記の形をとっていることにより、初冠本とも呼ばれている。この他にも、男が異性狩りの使いに行って、再偶と密通する、段、六十九段から始まり、忘れるなよの商談、十一段で終わる、狩り本があり、それを正式部内死が所持していたという伝承がある。これは、 清介の袋蔵紙や検証の古今市中に記されているが、実は両者ともその実物を見たわけではない。現在では、署名の由来を説明するために後から作られたという説もある。藤原定家はこの本を、老石作動、すなわち許すべからざる遺書であると非難しており、伝本も確認できない。また古くは、初刊本と仮紙本の他に、 なりひらじひつぼんなるものがあり、名のみ立つの四十三段で始まり、ついに行くの百二十五段で終わるものだったと伝わるが、これも現存しない。結局伝本に関しても、漢本として現存するのは、鎌倉時代以降のものばかりであり、それより以前に遡るものは、わずかな個室切れを別にすれば皆無である。偽物語の原点に迫ることのできる資料は何、一つないが、 ただ伝本の多さから、いかにこの作品が親しまれ、愛されてきたのかは、十分伺い知ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。